失敗だ、ダメだった。今までがうまくいきすぎたんだよ。まだ数回チャンスがあるんでしょ。頑張ろう、主様。俺がミガドルエデンに行ってる間、何かあった？ロートとトールが廊下で待ってるよ。ソルテはちょっとラル様に呼ばれたらしいから行ってるみたい。ラル、牽制か。さあ。さようかこいつ、初対面で上下関係植え付けられてんじゃん。様とか増えちゃってるし。こいつ、ガキ、お前が他人の言うことを聞くなんて珍しいこともあるもんだな。やっと身の程知ったか。やあどこ、相変わらず痛いアサリが好きなんだね。僕にはその感性はわからないな。せいぜい僕のいる戦場で痛いアサリはやめてくれよ。間違って痛い増やしちゃうかも。あの二人すごく仲悪いね。全員バラバラだからこういうこともあるって予想してたけども、ここまでバチバチしてんのかよ。二人とも、喧嘩はやめてくれ。これから協力し合う仲だっていうのに。主様、考え直してください。このガキを使ったら主様の計画に支障が出ます。こいつは待機で十分です。主様、こんな雑魚を使うとみんな順調に倒しても一人だけ倒されてるよ。本当雑魚なんだから。お前が命令なんて聞いてもどうせ理解できないポンコツ戦闘狂だろうが。お前は命令を理解しても横から自己主張激しく痛い集めを強調する変態だろうが。落ち着けー。とりあえず今回は俺の計画を聞いてもらいたい。そしてトールとロートにお願いしたいんだ。なるほど。つまり主様は私に中級エラー4体の生態系を調べろってことですか。理想はオーラ性質、復活頻度と時間、特性と弱点、これらを早急に調べてほしい。そしてトール、これは中級サンプル回収と倒したタイミングが重要になるんだ。だから悪いけどロートと同行して遺体を残すように戦ってほしい。決して独断で倒さないように、契約だろ。わかったよ、戦いで決めたことだ、守るよ。アトラルにはまだ了承を得ていない。だが了承を待ってる間に何もしていないとそれこそ時間がもったいない。だが逆に二人の成果がラルを納得させる材料になり得る。頼んだぞ二人とも。これでいいの、主様。こればかりは俺もどうしようもない。あとは明日、残り一体のエラーを確認しておく。ロートたちに投げてもいいけど、俺も敵の特徴をしっかり実感しておかないとその判断が正しいかどうかもわからないからな。欲を言うならラルは前線で戦わせたくない。聞く限り彼女が唯一帝国で治療や浄化に特化している。中級エラー4体はアリシア、ソルテ、トール、ロート、浄化と護衛、援護になる。これが俺の中でのベストだ。だが誰が誰に割り当てるか。おそらく全員中級には負けない実力者だ。だが4人同時に撃破に大事なのは相性と効率。相性が悪い、撃破に時間がかかる組み合わせをして撃破が遅れるとそれだけで計画が狂う。ここは配置が重要になるんだ。ソルテはまだ帰ってこないのか、先にアリシアに進捗を聞くか。ねえ、せっかくだしラル様と話したらどう？主様から歩み寄れば少しは心開いてくれるんじゃない？顔合わせたらバリゾーゴンしか言ってこない相手だぞ。交換奴隷の相手に歩み寄れるか、殺されない？主様、そのメンタルでどうやってソルテ口説いたの？いや、優柔不断だから少し強気で行けばって。なら想像以上に好かれたっていうか。ああ、主様と同じだから攻略が理解できてたんだ。なるほどなるほど。なら主様に天使攻略アドバイス。天使はいろいろ厳しいけどね、根はすっごく優しいんだよ。本当に邪悪ならが天使になっちゃうからね。しかもラル様は俊敏、厳しさに美徳を置く天使。厳しさは愛情なんだよ。え、厳しさに愛情。エミエルって俊敏の天使王だったよな。そんなキャラには見えなかったけど。あの子は自分に甘く他人に厳しくだからいいの。ただのクソ野郎じゃん。だから厳しさは愛だと思って話せばきっと見え方も変わるよ。天使に悪い子はいない。はぁ、ミエルがそう言うなら。まあ、とりあえずお前、明日も立てな。え、嘘、いつの間に？ミエルみたいな慈悲なのに慈悲もクソもない天使がいたり、瞬間のくせに自分にはすごく甘い天使がいたりするんだ。どうにかなるだろ。一度ラルのところに行くよ。ソルテもいるだろうしな。そこからアリシアだ。成功確率を高めておく。それが俺が今やれる最大限だからな。一応そこらにいた女神に聞いてラルの部屋は見つけたけど。まだソルテと話してるのか？覗くか、でも覗いたら犯罪じゃねえ。いや、でも帝国にそんな法律がなければ合法か。そもそもなんでソルテなんだ。まさかソルテはラルと内通しているとか。いや、そもそもこっちの作戦を隠す気もないんだけど。これはラルの裏を知る大事なチャンスだ。ソルテだって専属シーンになったのは成り行きに近いしな。もう一度俺は確かめる必要がある。これは必須だ。チラッと、ほんのチラッと。ラル、そんなに思い詰めるならパト様を認めたらどうです？無理よ、私には無理。だって彼は私をすごく警戒してる。むしろ嫌われてる。パト様は弱い。だから表に出てほしくない。やっと帰ってきたのにこんな危険な場所。アリシアもなんで今連れてきたのよ。こんな安全とはほど遠い時に。パト様には自分から理解して部屋で安静にしてもらった方がいい。この建物だけは守れるから。
ラル、主様が来てからそうやって一睡もしてないじゃない。私が守るからラルは寝てて、あなたが倒れたら。いいわよね、ソルテ、専属神に選ばれて。きっと私は選ばれない。だってあなたで8人目なんでしょう。なら残り2人、この調子ならもしかすると候補がいたかもしれない。帝国だって私含めて4人候補がいる。ロートとは気が合ってるみたいだし、トールも素直な子だし、ノルンもすごく愛情表現出してるし、そんな中で私なんて絶対に選ばれるわけないじゃない。はぁ、あ、私がもしソルテみたいな女の子なら主様は私を求めてくれたのかな。もうやだー、ずっと一途に思ってたのに。もっと素直になりたい。せめて主様の前くらいは可愛くありたい。不器用な私がすごく嫌い。今すごく罪悪感でいっぱいだ。ソルテが言ってた意味がわかった。ラルも帝国に呼ばれ、そして俺の専属新候補の一人だったんだ。嫌ってるはずがなかった。もう今日はいいや、明日残りの中級エラーを見て、それで明後日ラルに説明しよう。俺は大バカ野郎だった。ソルテは優柔不断なんじゃない。全員の事情を知ったからこそソルテなりに決断に悩んでいたんだ。協調性が高いがゆえに。パパ様の気配が遠くなった。ラル様は泣いてたから気づけなかったのね。よかった。どうしたものか、あんなの見たらラルをどう見たらいいんだ。俺はラルを納得させることに注視していた。だけど集団行動の悪いところだ。嫌われ役、集団内にいる共通の敵、一人が嫌われることでその他全員が一致団結し、うまくチームとして動ける。汚いけど実際存在するものだ。俺は弱者だった。引っこもってニートをしてた弱者だった。なのに結局同じことをしてたんだ。自分が恥ずかしい。こんな夜中に。ソルテ、どうしたんだ、こんな遅くに。今日は私がネズミパト様を護衛します。ラルに気を使ったのか。いいよソルテ、どうせ気づいてるんだろ。表情がずっと俺を伺っている感じだ。ではお願いがあります。ラルを愛してくれませんか。彼女は一途です。事情はずっと知っていました。ですがラルはずっと神殿を守るために孤独の中戦い続けていました。彼女の厳しさは愛情です。彼女はずっと悩んでいます。久方ぶりに会ったあの場で厳しい態度を取り、パト様と敵対となったことに関してすごく心悔やまれています。おそらく明日もラルはパト様を追い詰めます。アリシアがどう書類を作ろうが全てパト様が理解し、主導となって動かなければただの紙切れだと拒み続けるでしょう。私の計算、そんなやり取りを繰り返し早くて1週間もしくはアリシアが激怒し一触即発の乱闘が起きるか、そのどちらかと私は考えます。俺からラルに歩み寄れと言うんだな。ソルテは教えください。専属神の席は残り2席、その残り2席の中で現在パト様の中で空いている席はいくつありますか。どうかまだ1席空いているのなら、どうかラルを。やめろソルテ、そんなお情けで俺は専属神を決めたくないんだ。俺から歩み寄る、それには賛成だ。だけど最低限ラルからも歩み寄ってくれないと俺はラルとうまくやれない。俺はラルを殺さないといけなくなる。専属神は一度なったら俺が消滅するか、命令して消滅させるか、その二択だ。ラルがもしその運命を許容したいならラルは厳しさに逃げたらダメなんじゃないのか。人は自分にとって楽な方に逃げる。ラルにとってそれは厳しさだ。他人に厳しくすることで自分の本音から逃げてる。本気で向き合いたいならラルは逃げたらダメだ。このことはラルは知ってるのか。いえ、気づいていません。それほど衰弱しています。俺はラルの本心が分かったなら、そしてその上で俺がラルに強い思いを抱けたなら、考える。何を上から目線で。気持ち悪いな俺は。ならなんで私を選んでくれたのですか。いえ、そんなことを考えたらダメ。どうあれパト様は私を専属神として認めてくれた。そして信じると決めた。だから信じる。私がこれ以上口を出すことじゃない。ここからはラル様次第ですよ。頑張って。ねえ、なんであなたが他の人のことを気にするの。それはすごく大事だからって。待って、起きてたの。全然気配わからなかったのだけど。私機械族だから気配なんてないよ。あと機械だから眠らなくても全然問題ないし。便利な体ね。私から見たら生身に見えるけど。ホムンクルスに近いかな。だから生命活動はしてるし、臓器もあるよ。感情もあるし、五感もあるし、生殖器もあるし、旧アリヒトと変わらないかも。待って、ならどこが機械なの。え、この頭についてるやつだけど、これのおかげであらゆる機能が使えるんだよ。ちなみにこれ邪魔だから取り外したいけど全然ダメ。まあ耳とかおでことか、体なら腕とか、ひどい人には胸とかについている人いたし、まだ頭は被害少ないね。なんかわかります。この角すごくでかくて重たいので少し首を傾けると首への負担がすごいんですよ。寝るとなれば仰向けかうつ伏せ、傷がついたら格好悪いから手入れも大変。じゃあしまえばいいんだけど。角しまうと威厳なさすぎて影薄い子になり下がるから。少しの威厳のために頑張って出してるの。
へえ、大変だね。あなたも大変ね。手入れも大変そうだし。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。